はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。 NHK が未契約罰金の素案を発表。罰金額は受信料の2倍にしたい考えだそうであります。総務省は NHK の子分だからこの素案は多分通ってしまいます。例えばですけど、1月にテレビを設置したとする。3月になっても契約してくれないって場合は、3ヶ月分の受信料と、同額の罰金、つまり6ヶ月分金払えっていう風になるのかな。これ2017年にですね、最高裁で却下された、テレビの設置を確認してじゃなくて、契約を申し出てある一定の期間が経過したら契約ってことにしてくれって最高裁に言い張ったんですけど、 NHK がそれはダメって却下された案ですね。これ形を変えたのは通ってしまいそうであります。世論です。さあ来たぞ本命。追い込みが激しくなってきたな。テレビ捨てたからどうでもいいな。でもこれテレビ設置有無を強制的に確認する方法ないよな。テレビないっつってんのにいつまでも案内送ってくるバカ組織。受信料すら滞納するのに割増金なんか払うわけない。テレビ持ってない俺高みの見物。ガチでテレビがないのはどうしようもできない。できまい。割増金なんて払うわけないですよね。せいぜいですね、請求書しつこく送りつけるぐらいで、あんまり払わないでいると、人によっては裁判所で支払い命令、民事でですね、刑事にはならないと思います。NHK がテレビ設置を知る方法は、裁判でも勝った判例がある方法はですね、一つしかないことを中の人に確認済みであります。罰金食らわせるっていうぐらいだと、テレビがあるって確たる証拠を NHK が持ってないといけない。B キャスカードによる邪魔表示を消すために NHK に住所氏名を連絡しちゃった人はテレビがあるとみなされて、裁判でもテレビ持ってたでしょってなります。NHK にはですね、家宅捜索の権限もないし、受信を確認できる魔法の機材もないし、室内を投資できる機械もないんで、このですね、テレビあるのに未契約に罰金っていうのは、NHK に住所氏名を教えちゃった人だけが対象であります。そうでない人は全く無関係で高みの見物ですね。この事実を知らない高齢者は、騙されるだろうな。罰金になりますよとかなんとか言われてね、契約してないと。これでますますテレビ捨てる人、持たない人が増えるととても嬉しいんですが、せいぜい NHK は一般のからのヘイトポイントを稼ぐといいっすね、潰すから。というわけで NHK スクランブルデモイコール解体をやります。11月23日祝日、13時30分渋谷区神宮通り公園集合でお願いいたします。前と同じ公園であります。取れました。ご参加されてこんなに大勢でデモやってもメディアがどこもニュースにしないのはガチをご自分の目で、ご確認ください。できたらそれあちこち書き込んで拡散してください。リアルな知り合いにも教えてもらってください。国葬反対集会なら5人でもニュースになんのにねっていうのもセットでね。総務省情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査最新版から、60代は平均して平日は5時間、休日は6時間テレビ見てる。ってそんな見てんのか。これ平均ですからね、もっと見てる60代も多分いるんだよ、12時間とか。49歳以下はネット時間がテレビより上である。つまりテレビよりもネットの方を見ている。10代は前日、平日も休日も、テレビは1時間も見ていない、57分とかだって。10代のテレビは1日57分、これは親と一緒に見せられてる分も含んでると思います。テレビ見ながらスマホいじってんで左翼洗脳も浅いんじゃないか。テレビが意図してる洗脳にはかからないんじゃないか。今の40歳、49歳以下がですね、将来の現在の今の60代、将来50代60代になった時に
今の60代のようにテレビを6時間見るかっていうなるとなりませんね。ネットで見る楽しいもの覚えちゃってるしね。今後テレビの洗脳力は衰える一方であります。時間は我々の味方であります。若者はテレビ見ないんだよ。テレビを見ずにネットを見るのがナウでヤングなライフスタイルだよ。靴沢動画、この動画見れてるようなトレンディーなエリートさんたちはこちらをテレビばっかり見てる人に啓蒙してもらってください。トレンディーなエリートさんたちは日本を効率的に良くするためにはテレビを弱らせるのが一番手っ取り早いと思っております。豊島区議員やってつくづく思ったのが、豊島区役所、区役所職員もテレビに洗脳されてそんで仕事してるもんだから左翼っぽい。やることなすこと、 SDGs なんか何の疑いもなく取り組んでます。あと学校の先生なんかも、テレビを弱らすことが日本を良くする手っ取り早い一番。そんでね、テレビ改革とって、やってたんですけれども、それが一番最優先で最重要な攻撃優先すべき点だよなって思って、まあ分かりにくいんで日本改革とにしましたけれども、安倍総理を国賊と発言した村上誠一郎衆議が1年間の党役職停止処分になりました。発言を撤回し深くお詫び申し上げる。あれ言ってない、記憶にないって言ってなかったっけ。撤回するってことはじゃあ言ったんだな。世論です。脱税、処分甘すぎ、除名しろ、自民党から離党しろ、なんでこんなに甘い処分なんだ、政治家以前に人として最低、言ってないとか平気で嘘ついて人として最低、いや離党しない、言ってない記憶にない撤回しますわ、めっちゃかっこ悪い、いらないから立憲に行ったら、撤回するくらいなら言うのはバカ、党内敵だらけにしてバカとしか言いようがない、まあバカであると、甘い、処分が甘い、自民党のことなかれ、精神ことなかれ精神が炸裂したんだな。3年後は公認選だろうな。2025年任期いっぱいだったら衆院選、次は2025年ですけれども、村上は今期限りで引退不可避かな。今70歳だっちからまあいい頃合いでしょう。息子娘が何やってるか知りませんけれども、これでですね、曽祖父村上紋四郎、今春市長、祖父村上常太郎最高検察庁次長検事、父、村上慎次郎衆議、おじ村上幸太郎参議と続く上級国民の家系も断絶ですな。断絶ですな。この誠一郎のですね、妹がフランケン岡田の嫁なんだって。そっちの子供は議員目指したりするのかな、思いますけれども、言ってない、録音がある可能性により記憶にないって言うこと変更しました。言ってない、記憶にないくせに撤回します、お詫びします。言ったし記憶にあったんじゃん、これ議員としてっていうか人間としてどうなん、こんな騒ぎになるとは言ってたみたいですけれども、バカなのかな。村上70歳古き悪しき昭和の自民の残りカスであります。鳩山幸男も小沢一郎も鈴木宗男もなんとかつては自民党だったんですわ。そんなね、魑魅魍魎どもバカどもに与党をやらせててよく滅びなかったよな昭和の日本な。石破とか額賀とか岩屋とかいまだに同類のバカも健在ですけれども、情報弱者ってことでは岸田総理も林も、そうかもしれません。バカ、ネット全然見てねえ、世論がどうなってるか知りもしねえ。ネットの世論って将来の世論ですからね。今テレビばっか見てる人は何十年後かになったらいねえんだからさ。昭和バカ自民の残りカス、岩谷武氏元防衛大臣が都内で講演、 NATO がそうだから防衛費 2% にしようは雑、ある日突然自衛隊が攻撃的な組織になる、かもしれない、バカだバカだと思ってたけどお前何言ってんだって話ですね、これ。防衛費の、増加をストップかけようとしている、世論です。早速利敵行為、中国のスパイ
なんでこいつが防衛大臣になったんだろう。こいつは自民の中でも生粋のバカ、国防力が上がるのが都合悪いんか。国防議連に入ってない防衛大臣経験者はこいつぐらい。そうなんだ。なんであのこいつがやったんだろうな。毎日のように昇華されてスクランブル発信されてるのに何言ってんだと。こんなこと言っておいて赤っ端にならなきゃいいけどね。2020年2月3日の記事であります。東京地検起訴見送り。東京地検特捜部は中国企業 500.com 側が現金を渡したと供述した岩屋ら衆議5名、中国旅行に同行したシラスカ、シラスカって読むのこれ、喜寿高俊かな、わかんねえ、読めねえ、名字も読めねえ、迷惑だからあの難しい名字にすんじゃねえよって言ってもしょうがないかの立件を見送ったと。いわやね、あのバカな上に悪いやつだったな。カジノ誘致で中国企業から100万円受け取って、それバレットですね、返金したって言って知れって言って、これで済ませる東京地検も動画してるよな。村上同様ですね、こいつも地味とかれって言うとクソしないとね。顔写真付きマイナカードと保険証を一体化されると、不法滞在者に不正使用させられなくなるので絶対反対の日本共産党が聞き取りという名の厚労省担当者突を刊行いたしました。宮原なんとかって、共産党議員なんですけど、これ、あ、宮本か。宮本。こいつね、あの、不破哲蔵の前の委員長だった宮本賢治。あれ、リンチして、服役してたんですけど、リンチ殺人犯して、服役してたんですけど、内下場でね。敗戦で、GHQ に恩赦とか言って解き放されちゃってですね、の息子みたいであります。世論です。なんか不都合でもなんか困るんすか。閣議決定が不満だったら選挙で勝って撤回すりゃいいじゃん。許されませんってあんたらに許してもらわんでも。議席数の割に傲慢だよな。スパイ防止法と同じで一般人には関係がない。転出入届も簡素になるし、コンビニで住民票も取れるし便利ですよ。なんでこう上から目線なんだ、なんでえばってんだろうなっていう意見ありましたけれども、バカで傲慢じゃないと暴力革命目指せないからですね。暴力革命目指すようなやつはバカで傲慢と決まっておりますんで、何の根拠もなくね、あの自分が正しいと思える低い知能を誇り、正しい自分に、まあそれも間違ってるんですけど、皆が下場が合うべき、俺が権力を握るべきと考える恐るべき傲慢さを兼ね備えてないと今時革命目指せないですね。何の理由も根拠もなく、ある日突然財産全部よこせ、みんなに平等に分けるためだって言う連中ですから、共産党はあの不法滞在者を何人もかくまってんじゃないですか。あるいは未だにですね、何十年も捕まってない交番に貼ってある指名手配犯人とか何人もかぐまってんじゃないですか。なんかあの大阪っていう人捕まったもんね、あの渋谷暴動事件かなんかで火炎瓶で警官焼き殺したやつが何十年ぶりかで捕まった事件ありましたよね。こういうやつ何人もかぐまってんね、レベが。ケチ根性出してないで実費で払えよ、保険証なしでさ。あ、忘れました、後から払いますっつって、3倍ちょっとで済むからさ、3割負担なんでしょ。したら10割出せば病院行けんじゃんね。さらに、2020年6月11日国会予算委員会蓮舫、そもそもマイナンバーの目的は何ですか。当時総務大臣だった高市さん、民主党政権が起草した法案で目的についてはあんたらの方が詳しいんでは。世論です。プロブーメラン氏、致命傷ですんだな。また返り討ちにやってんのか。見境なく噛みついていく姿勢が素晴らしい。自分らで考えたことも忘れちゃってんの。本当に何にも考えず喋ってんだな。こうも頭悪いと相手する方も大変だな。立憲支持者ともども本当にバカなんだな。本当に細工って知能が低いよな。芸風がブレないとこだけは評価できる。キレッキレのブーメラン芸に痺れる。くるくるパヨクの皆さん。当時の岡田克也がえばっておりました。
ホームページで誇らしげにマイナンバー民主党政権下で作った行政コスト削減の画期的方法、法案で、威張っておりました。実は中国共産党みたいですね、国民を監視する目的でこんなことを言い出したんだろうけど、悪事をしにくくなると知って今頃慌ててんだな。自分ら言い出したことにすっかり忘れて今やってる側に目的聞くとか、本当に左翼ってバカで傲慢じゃないとやってられませんな。戦前のね、共産党の機関紙は赤旗じゃなくて前衛って名前だったんですよ。何十年もの間ですね、共産主義者ども共産党どもは自分らのことね、知識の前衛とか称して、一般人を指導しなくてはって建前を今でも崩しておりません。中核派の本拠地アジトは前進者って言うんでしたっけ。前進、前に進むですけれども、なーにが前衛だって、デモの時は4列目の男って知ってます？菅直人が、左翼デモでは捕まんないギリギリの4列目にいつもいたみたいな、前3列は捕まってる、そういう卑怯なやつなんですよね。俺たちは前衛だなんて騙されて、前に出てた3列目までのクルクルパワー捕まってたんだわ。邪悪でずる賢い騙す側の菅直人はちゃんと4列目にいたんですわね。賢人は奥ゆかしいから、そもそも自分らのことを前衛だなんて言わないっすよ。池波正太郎の剣客商売ってテレビドラマ、藤田誠主演だっけよな、あと何人も主演で、ドラマやってましたけど、剣客商売ね、秋山浩平、剣術始めて10年経つと自分はなんて強いんだと思うようになる、さらに10年やると自分はなんて弱いんだと思うようになる、さらに10年やると何が何だか分からなくなるっていうセリフが文章に、あります。剣客商売、左翼どもって俺はなんて強いだの初めの10年で時が止まってんでしょうね。何十年もね、77年も止まってんでしょうね。だからバカで傲慢だってんだよ。マイナカード普及に反対する連中は不法滞在してでもかぐまってんのかのレッテル貼りがいいと思うんですけれども、同時にですね、左翼はバカで傲慢っていうレッテル貼りも効果ありそうなんですね。バカが自分は前衛って誤解してる連中なんで、まあ、真実ほど人を傷つける、という言葉がありますからね。さらに秘宝であります。2024年再来年までに運転免許もマイナカードに一体化すると、河野太郎デジタル大臣が発表しておりました。こちらはまだ方針だけで具体的に何も決まってないんで続報待ちですけれども、マイナカード普及率が 100% になるのは間違いないところであります。戸籍乗っ取り、背乗り、灰乗りも困難になっちゃいますね、これね。悪事を企む反対派の皆様、ご愁傷様でした。あんたらは、左翼の皆様は自分がバカで傲慢っていうのを自覚した方がいいよ。全然知識の前衛でも何でもねえから、賢い人言わねえから、自分で自分のこと、恥ずかしくて言わねえから。あははは。メール党員さん、筑紫部長さん、大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。